高知県立美術館、塩田千春展ありがとうの手紙展です。塩田さんは現在ドイツベルリンを拠点にご活躍されている、日本を代表する美術作家の一人なんですが、ご両親が高知県の、黒潮町ご出身でありまして、塩田さんご自身高知県をルーツのように思われています。でその自分のルーツの場所である高知において、その感謝の気持ちをいっぱいに込めたありがとうの手紙という、この県民の方々からいただいた2400通の作品を黒い糸でつないだ作品をメインに、あと赤い血液のような液体が循環するライフコンチェルトとか、高知県のある方からご寄贈いただいた婚礼衣装をコラージュしました、オブジェとか、この展覧会でしか見られない作品構成してくださいました。塩田さん、高知だからこそできること、高知じゃないとできないことということを考えてくださった内容になっています。塩田さんのそういう意味では非常にもうターニングポイントになるような展覧会になっていると思います。